しょ。私もお手伝いしないと。それに前も同じことがあったような気がして。街が炎に包まれて魔族が襲ってきて、お母様が私を抱っこして逃げていたの。お父様。被害状況はどうだ。私は警備を任されている者として義務を果たしているだけだ。この町には恩がある。彼らに手を借りるということは彼らの戦いに手を貸すということだ。この町はさらなる戦火に見舞われる。この町がグラビスを守ってくれる限り失うわけにはいかないのだ。向こうの地区はすでに全員避難済みだ。建物の被害はある程度仕方ない。建物の倒壊は複数確認できました。しかし死者はいないようですわ。あのスワッカーという男の手腕でしょう。被害は警備と聞きましたわ。一体何が。グラビス。残念ですわ。私たちがもう少し早く到着していれば。町の人間に死者はいない。怪我人がわずかにいただけだ。私の判断は間違っていなかったはずだ。それなのに、なぜグラビスだけが。創造主様。貴様。あれは。そんなことが。それは、それにあの男に何を言ったんですの。才能。スワッカーにも創造主様のために役立てる才能があるのですね。申し訳ありませんでした、創造主様。つまらない感情で大義を見失うところでした。ご案内しますわ、王女のもとへ。
この女とは会話が成立しづらいので、しばらくは私が通訳しますわ。こちらですわ、創造主様。半分くらいです。はい、肉体は今の技術でも完全に再現できます。でも今度は、よくやったとは言ってくれませんのね。当然ですわ。創造主様に捧げたのは、私の才能ではないのですもの。魔力もなく、才能もない。創造主様に捧げられるものを何も持たない。それに、創造主様への思いも、一瞬、叶わないと思ってしまいましたわ。それでも、創造主様、それでもあなたのお役に立ちたい私は、どうすればよいのですか？創造主様の求めるものは明確になっていった。食台、あれを使えば創造主様の役に立てる。まるで遠い土地の話を聞いてるみたい。集落にさらに人が増えた。創造主様の周りには力がある人間ばかり。最後に創造主様と目が合ったのはいつ？魔界に危険な戦いに赴く創造主様を見送ることもできないなんて。旅立つ創造主様は遠い存在。私はその背を見ることすらできなかった。そして創造主様の留守を狙うように魔族の大軍が集落へと押し寄せた。創造主様が残した食材を使って多くの同胞が幻獣へと姿を変えた。食材、これを使えば私でも創造主様の役に。ああ、感じる創造主様の意志を。遠くに行ってしまった創造主様と通じ合うのがわかる。これが食材。なんて素晴らしいの。何の力も才能もない私が
創造主様の一部となれるなんて。創造主様、今参ります。食材を通じて私は、違う。幻獣になるのは怖くない。でもこれは女神像を信じていた時の私と同じ。食材を通じてつながろうだなんて、なんて短絡的で愚かな行いですの。遠い存在でもいい、私の思いは変わらない。創造主様を信じ、創造主様へ祈る、それだけでよかったんですわ。集落に多大な犠牲を出しながらも、創造主様は魔族との戦いに勝利を収めた。よかった。創造主様が無事に戻られて、せめて無事を喜ぶ言葉を伝えたいですわ。そして、食材を使わなかったことの謝罪と、私の決意だけでも。創造主様、お帰りをお待ちしてました。今夜は天幕にお邪魔しますね。アスラスティア。お、マイナさん。力のないものは無価値。それでも構いませんわ。私にできることは、創造主様を信じること。たとえそれが、独りよがりなものだろうと。創造主様に逆らう人間は次々と幻獣へと変えられた。食材を使った粛清は、集落の者たちに恐怖を与えた。私は変わらず、創造主様を信じた。創造主様への恐怖はビデーレの一族への憎悪を生んだ。私は変わらず創造主様へ祈りを捧げた。ことがあろうとも、私の創造主様への忠誠が揺らぐことはなかった。創造主様の死、ただ一つを除いて。許しませんわ、ナディア。創造主様に返しきれないほどの恩がありながら、そのすべてをあだで返すなんて。と逃げればいい。どこへなりと。幻獣が人間を襲い、人間は私たちを悪魔の一族と呼び迫害する。創造主様がいない世界でどこへ行こうと、待っているのは絶望だけですわ。こんな世界に放り出されるくらいなら、私が創造主様の代わりに死にたかった。創造主様の盾になりたかった。それが叶わないのなら、創造主様を守ることができなかった私は、あの方に殉教するだけですわ。暴徒と化した人間たちは、ビデーレの集落を襲い、一族の同胞を次々と粛清していた。粛清に参加した者の多くは、かつてビデーレの一族によって恩恵をもたらされた人々だった。ある者は悲しみと共に集落を離れた。ある者は粛清の対象となり住処を追われ、人間への憎悪を募らせた。そして多くの同胞たちが集落を最後の場所と決め、暴徒に撃たれた。
いたぞ、ビデーレの一族だ。暴れ悪魔の一族め。ビデーレの集落が燃えていく。殺せ、幻獣を生み出し人間を滅ぼそうとした悪魔の一族を。これが人間。いいえ、これが人間。悪意が集まれば、どんなに素晴らしい発明も意志も関係なく破壊する。醜い創造主様、あなたが守ろうとしたのはこんな者たちだったのですか。私の信じたものが燃えていく。それなのに私はどうしてまだ生きているの。この世界に創造主様はもういないの。創造主様、たとえ作り物だったとしても、せめて最後は創造主様のおそばに。残ったのはノアに忠誠を誓うわずかな手勢だけか。ボートどもはただの人間だ。天使や魔族ほどの力はない。それでも凶悪なほどの数がいる。あれだけの数がビデーレの一族を殺すという意志のもと殺到すれば、どんな天使も魔族も対抗できないだろう。数、それが人間の持つ力ですのね。誰のおかげでここまで数を増やせたと思っていますの。一族を毛嫌いしていたあなたが町に受け入れてくれるとは思いませんでしたわ。この町にはあとどれだけの人が残っていますの。一般人は当の昔に逃げた。今残っているのは学者が100人ばかりだ。あなたは逃げませんの？この町にはグラヴィスがいる。私がグラヴィスのそばを離れることはない。町と学者を守るつもりですのね。グラヴィスがいなくなった今でも恩義は忘れない。創造主様を失った私とは違いますわね。ここまで生き延びたということはまだ戦う意志があるのだろう。ならば見逃してやる。までたどり着けたんですね。アスラスティア、ノア様を信じてこの約束の地まで来たんですね。
その切なる願いが叶う時が来たんです。この町にはゴートが殺到しています。ホムンクルスの守りももう長くは持たないでしょう。それにダイナさん、あなたならそれを持ってきてくれると思いました。食だよ。はい、どうぞ町の採用へ。ノア様のもとに行きましょう。あの女、嫌に機嫌がいいですわね。何度見ても同一人物と見まがうばかりのデッキ、以前のものよりさらに本物に近づいたような。でもこの体には命が宿っていないただの人形。それでも最後の時を迎えるなら、人形だとしてもせめて創造主様の近くで。愚か、ここにあるのが人形だと気づいているのかいないのか。いいえ、正しいですわね。今目の前にある死に抗うには自分を騙すしかありませんもの。ダイナさん、あなたが持ってきた食材と私の作ったノア様の肉体、あと一つで条件はすべて揃いますよ。条件？あと一つ？はい、スバッカーが用意してくれるはずです。食材は手元になかったからバイナさんが持っていて本当によかった。先生方、全員集まっていただきましたか？先生方には感謝しています。グラリスを保護してくださって、私たち親子をかくまってくださった。あの時ノアは私にこう告げたのです。娘を生き返らせたくないか。ノアが私に求めたものは二つです。自分が死んだ時に復活の手助けをすること。アスロスティアの準備を手伝うこと。ノアの復活に必要なのは大量の人間の命。この地で多くの血が流される必要がある。数百、数千の魂を食台へと注入し、食台に封じられたノアの魂の情報を構築する。ノアの魂の記憶とでも呼ぶべきもの、あの人形へと注入し、肉体を目覚めさせる。奴の復活がグラビス蘇生の条件なのです。100人程度だが、先生方の魂は濃密だそうだ。グラビスのためなら何でもするとおっしゃいましたね。ならば協力を頼みます。そのためにあなた方を守ってきた。
この町は私たちを受け入れてくれた。グラビスを育ててくれた。先生方にも大変感謝しています。ただ私にとってグラビスが第一なだけです。グラビスを復活させるのに必要な命なら千でも万でも奪いましょう。娘のために狂えなくて何が親ですか。悲鳴が聞こえる。スバッカーが始めたようですね。私も準備を進めましょう。さあ皆さん、ノア様をお迎えしましょう。そしてノア様の復活を見届けましょう。完璧な状態のノア様の肉体、おびただしい数の生命の消費、そして食材、それらを条件にノア様は復活します。私たちがここに集うことは運命でした。きっとノア様も今この状況を予想していたんです。創造主様が復活する？そんなおとぎ話に今さら踊らされるほど子供じゃありませんわ。本当かどうかなんてバイナさんには関係ないでしょ。ええ、そうですわね。私はまだ創造主様を信じることができる、祈ることができるだけで十分。ボートどもが押し寄せる。始めるか。スバッカー、どうしたんですの？その血は。先生方に協力してもらった。必要なのは多くの生命の消費だ。今日のために先生方には生きていてもらった。スキエンティアの学者たちを手にかけたんですの？グラビスとあなたをかくまってくれたという人たちを。戦いの役には立たない。それにビデーレの一族でもない彼らはボートに見逃される可能性もある。私からもお願いしたんです。彼らは知識によって魂を複雑化させた貴重な生命の元ですから。そのために彼らを今までこの町に、命を捧げるためだけに。はい、何か問題でも？いえ、別に。創造主様のためですもんね。はい、バイナさんならそう言ってくれると思ってました。くたばれ狂信者ども。悪魔の一族が悪魔の儀式を行おうとしている。狂信者どもを全員殺せ。王女、儀式は？もう始めてます。食材に魂が吸い込まれていく。でも。でも、なんだ、ノアを復活するのか。なんとか言え王女。まあ、グラビスは蘇るのか。間違ってないはず。ノア様と一緒に構築した理論、
スキエンティアの知識を総動員させた秘術。さっさと脳を蘇らせろ。情けない。研究が成功しようが失敗しようがどうでもいい。今までと何も変わらない。創造主様を信じて同じ空気を吸い、同じ空間に存在していることに感謝し、ただその幸福をかみしめて幸せを祈るだけ。いろんな悩みに心を揺らしましたけど、私のやることはずっと同じ。扉が破られる。違うんです。理論は完璧なんです。時間が必要なだけ。いいからさっさと引き返せろ。私が作ったノア様はきっと目を覚ますから。ボートが今にも押し寄せるこの状況で、あとどのくらいの時間が必要か言ってみろ。それは死ねるか、こんな場所でグラビスと再び会うまでは。違ってないはずなのに。様が目を覚ますはずなのに。どうして。創造主様と出会えたことに感謝を。創造主様と同じ時を生きることができたことに感謝を。狂信者ども追い詰めたぞ。殺せ、この世界の病巣を駆逐しろ。たとえ作り物でも、創造主様の隣で死ねることが私の幸せですわ。創造主様。なあ、悪魔の一族の王様が。創造主様。間違ってなかった。ノア様が復活した。記憶はいかがですか、ノア様。魂の定着は完璧なはず。ノア様が生まれた。私の手でノア様を生み出した。こんな奇跡が本当に起こるなんて。
言を吐き続けてまで浅ましく生き続けたか。自分を慕う者たちを盾にしてまで万雪を汚す愚行だな。クズですね。この老人が虚言を言おうが、それが妄想だろうが関係ない。約束は果たしたぞ、ノア。グラビスを蘇らせろ。グラビスの肉体を保全し、学術都市の学者を全て殺し、この地におびただしい血を流し、貴様に捧げたのだ。クラビスが再び私の前に。心配をかけてごめんなさい、お父様。もうわがままを言ったりしないわ。ちゃんとお父様の言うことを聞く。いいんだクラビス。謝るのは私の方だ。お前の意思を無視してばかりだった父を許してくれ。お前がやりたいことが何よりも優先だ。お前の意志を尊重するから。本当に？ああ、どんなわがままでもいい。言ってごらん。私、たくさん壊したいの。粉々に砕きたい、崩したい、壊したいの。この街を壊してもいい？グロイス。お父様、ダメ？素晴らしいんだ。以前のグラビスと違うことに気づいていない。破壊や人殺しをするような子じゃなかったでしょう。グラビスから感情が欠落している。人間の感情を受けさないノア様が手を加えたから。面白い。ああグラビス、お前がノザンならこの世のあらゆるものを壊そう。いつまでも一緒だ、グラビス。あの頃のグラビスとは違う。あの男にはそれがわからない。いえ、もうそんなことどうでもいいのですね。私は奇跡を体験した。長い苦難と絶望の果てに。創造主ノア様。まだ。
おお、創造主様。主様、私にはそれしかありませんもの。私が死ぬ間際に思い出す走馬灯が上書きされましたわ。変わるがそのままのお前でいい。もはやそれは事実上の告白と捉えても構わないのでは。今の私が創造主様の理想だというのならば、創造主様と出会ったあの日からずっと私は創造主様の理想でいたということですわ。相思相愛、互いに互いが理想の姿であるなんて天文学的な確率ではありませんの。もちろん変わりません。創造主様への忠誠を誓いますわ。むしろ愛を誓いますわ。愛誓います。永遠ここに。